それでは男性の方にですね、質問していただきたいと思うんですけれども、どなたか、男性の方でちょっと質問のある人いらっしゃいましたら、ちょっと手を挙げていただきたいなと思いますが、いらっしゃいませんか？質問の内容はどんな質問でも？もちろんです。もうこの際ですね、どんな失礼な内容でも大丈夫です。今日本教師を目指して勉強中であります、田村と申します。よろしくお願いします。お願いします、はい、3点ほどあるんですけどよろしいですか？3点ですか、はい、もう2点とかに絞っていただけないんですよ。ちゃんと覚えられるかどうかわからないんですけど、1点目が今日の、前半の授業ですけど、非常にこう画期的で効果的だと感じました。この教え方なんですけど、先生はどこでどうやって身につけられたのかっていう、その身につけ方法ですね、どこでどうやって身につけられたのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、はい、まず1点目なんですけども、この握手の授業に関してですか？そうです、はい、はい、ありがとうございます。握手の授業をやる前に、私は学生時代にいろいろ海外に行っていて、例えば、フランスでドイツ人と話をしたことをですね、ドイツに行ったらイタリア人の学生に同じ質問をされて、答えた時にすごく流暢にできたっていう、何かそういう体験があるんですよ。あ、同じ内容を1回目より2回目の方が上手なんだ。しかも相手はすごく新鮮な、ね、感じで聞いてくれていて、で、あなた上手ですねみたいな顔で聞いてくれたのがすごく嬉しくて、同じ内容を何度も話せば上手になるってことは、学生時代に気づいてました。例えば、政治家がですね、毎日毎日同じスピーチをしているのでとっても流暢ですよね。考えながら喋るのと違ってもう流暢に話すことができます。例えばスティーブ・ジョブズとか、ビル・ゲイツもスピーチが上手なんですけども、会社の社長もいつも会議でペラペラとこうやって話しているので、同じ内容を何度も喋っているからプレゼンテーションもとっても上手ですよね。同じ内容を話せばすごく上手だと思います。会社の上司が部下にこうしなさい、ああしなさい、こうやって指示を出したり説教をしたり、そうやっていろいろ話をする、あの内容はいつもいつも同じことを言ってるから、もちろん上手に話すことができますよね。だから同じ内容を話せば上手になるってことは一つ、思ってました。それを使えば誰でも上手になるっていうことは私も学生時代に気づいていました。で、ただそれをいろんな人にどうすればこうできるかなと考えていたときに、先ほど握手をしましたね。握手をしないとどうなるかというと、とかなっちゃうんですよ。握手をしないでやると目の前の人の話が何って全然聞こえないんですけれども、握手をすると、自分の握手してる相手の声だけはちゃんと聞こえるんですけれども、それ以外のわーという雑音だけが消えていって、ああこの握手はすごくいいなっていうふうに思いました。でもこの握手も実は学生時代に、例えばアメリカ人とか、なんかね、こういうすごい筋肉隆々の黒人とかと話をするときはこうやって握手しながら、おーなんだかこうとか、おーなんだかこうとかって話をしていたことがあって、握手をすると相手の話に集中できます。すごく集中して話を聞くことができて、で、後ろに座っていると授業の内容もボケーポーっとこうなんていうんですかね、あんまり入ってこないんですけれども、私の目の前でここに座っていると私の話すごくよく聞こえるんですよ。集中できるんですよ。だから一番近いところで、しかも握手をして、なんていうんですかね、まあなんて言うんですかね、これは親近感みたいなことで言えばすごくいいことかなっていう、ことでやってみたら、一つの問題は緊張するとか最初なんか嫌だなとかそういう問題が生じたんですが、でも3日もすればな慣れるので、とりあえず3日間我慢してくださいっていうようなことだけは、言ってます。この方法は誰から教えてもらったというわけではなくて、学生時代にこうすれば英語もっと上手になるなっていうようなことで考えて思いついたことなんです。はい、あと2つですね。ありがとうございました。はい、女性と握手をして話をすると非常に緊張したんですけど、でも聞いてることすべてよく理解できましたので納得しました。あと次の点ですけど、今私は日本教師を目指して勉強しているんですけど、日本教師になるためのふさわしい特質、そしてまた日本教師になった後も、その成功するためにどういう質、分かりやすく言いますと、日本語教師に向いてる人、どういう特質が必要なのかっていう
かったら教えていただけるでしょうか。はい、どうもありがとうございます。ですね、でもこれはあの国際交流基金をはじめいろいろな日本語教育の専門家の方が、研究して論文とかも出したりされていたり本にもなっていたりするので、皆さんも本で、ね、読んだ方もいらっしゃると思うんですが、私がちょっとしている工夫についてちょっと皆さんにご紹介しますね。これはあの日本語教師みんなに、求めたいことです。日本語教師だけじゃないんですけれども、もっと、いろんな分野でこうこの社会で活躍するために、こういうことを皆さんにしてもらいたいなというのがあります。これは握手ですね。はい、私が気をつけていることなんですけれども、まず最初は学生の名前を覚えてやっています。これはですね、学生の数が多いので覚えられませんとかっていう、ご指摘の声が結構あるんですけれども、私はあの授業中は学生の、名前をよく呼びます。そうだよね、こうさんね。そうで、例えば、400人の教室で会話授業をやっているんですけれども、私が話をして、いや今日は本当に、ね、いい天気ですよねとかっていう、なんという話でもないんですけども、ちょっと挨拶をしている時にあくびをしたりとか、寝ている学生が例えばいたとしたら、大連外国語大学の張さん今寝てますねって言うと、張さんがえっはぁって言ってびっくりするんですね。そうすると張さんと張さんの周りの人たちがあ、これはまずいっていう気持ちになります。で、私は大体あくびをしたとか言ったら、キツレンシャン大学の、王さん、今あくびをしましたねとか、あーってあくびしましたねとかっていうことを、いろんなところでちゃんと背中伸ばしてくださいっていう時も、学生の名前を呼んで言いますね。ですから学生の名前は覚えるとすごく授業が締まるので、これはおすすめです。これは資質というよりも、この先生は日本語教師に向いていないと、思われている人でもこれをやると、その周りからの評価が変わるぐらい大切なことだと思っています。しかも語尾に名前をつけるとすごくいいんですよね、コウさん。そうするとコウさんだけじゃなくてコウさんの周りの人までがこうやってびっくりして聞きます。みんなチンさんまでも、チンさんって呼んでないのにチンさんまでもこうやって真面目に話を聞き出すということで、やっぱりあの学生の名前を語尾ですね、呼ぶのがすごくいいんじゃないかなと思うんですよ、井上先生。ね、こういうことがすごく大切かなと私は思っています。次です。覚えないでください、頑張らないでください、無理をしないでくださいって私はいつもいつも言っています。よく学校の先生が言いますよね、頑張ってください、ちゃんと覚えてください、なんで先週やったのに覚えてないんですか、覚えてくださいとかね、言うんですけれども、学生はそんなことを言ったからってうるせえな、うぜえなと思うだけですよね。頑張ってください、なんか言われたくない言葉のナンバーワンは頑張ってくださいなんですって。私は学生に言います、頑張らないでください。よくあの朗読をしていてちょっと声が大きくなる、みんなちょっと声大きすぎます、頑張らないでください、頑張らないでくださいっていつも言ってます。そうですよね、コウさんにはいつも言ってるんですけど、頑張らないでください、いいですか、覚えないでくださいよ、いい、絶対これ覚えないでくださいねって言うと、みんなニヤニヤしてはいって言います。みんなそうやって笑顔です。だから教室はいつもいつも、いい雰囲気ですよね。ところがこの何々しないでくださいというのは、これはとっても大事なんです。私たちの頭の中には原始脳という脳があるんですって。そこは何か本能を司る部分で、何々しないでくださいというと何々したくなるんですって。だから見ないでくださいね、いい、見ないでねって言うと、みんな男はうんうん見うん見たくなる。これはもう、鶴の恩返しで皆さんももう分かってますよね。鶴の恩返しをちょっと想像したらどういう状況か分かると思います。じゃあちょっと一つ実験してみましょう。皆さんいいですか、ここで何も考えないでください。いいですか、いいですか、何も、今から想像しないでください、絶対に考えないでください。
では目を閉じて考えないでください。いいですか、目を閉じてください。そして想像しないでください。富士山を想像しないでください。富士山を想像しないでください。絶対に富士山を想像しないでください。さあ皆さん、今何を想像しましたか？そうなんですよ。だから私は言うんです。頑張らないでください、頑張らないでくださいって学生たちに言うと、学生たちは自然と心の中から、あ、頑張りたいという気持ちが出てきます。だから私は頑張らないでください、覚えないでください、覚えないでくださいと言えば、学生たちは覚えたくなります。覚えたいものを覚えるのは簡単です。覚えたくないものを覚えるのは本当に苦しいです。だから私は覚えないでくださいと言って、学生たちが自然と覚えたい状況にするということで、私はこれをよく使っていますね。うん、で、本当に頑張ってない時があるんです。たまに何日かに1回本当に疲れていて、はあ、元気がないという状況では、私はたまには頑張ってくださいって言います。たまに言われると頑張りますけど、毎日言われるのは嫌だということで、私はいつもこれを言っています。そして最後ですね、ごめんなさい、あれ JD じゃなくて DJ です。ごめんなさい、打ち間違いです。できるだけ無駄な間を空けないということで、私は授業中ですね、いいですか、よーい、スタート、はい、褒めてくださいって言ってみたら、あ、じゃあ次の発表者の、質問しますので聞いてください、よーい、スタート、はい、ストップ、ね、褒めてください、じゃあ次の人と握手をしてください、他の人と握手をしてください、まだの人は手を挙げてください、じゃあ探してください、いいですか、皆さん見つかりましたか、では質問しますって言ってずっと喋ってますよね。これは DJ が、ディスコ、私の時代ディスコで、今はクラブって言うんですよね。そうですよね、クラブって言うんですって。え、言うみゆさんね、みゆさんね、クラブって言うんですって。もしね、 CD だったら曲と曲の間がシーンってして、また曲に、歌が始まりますが、クラブに行くとずっとキュッ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 やってるから、ずっと音が流れていて、で踊ってる人もずっと踊ってるんですって。もう30分も1時間も2時間もずっと踊ってて、でシーンとしたところで、あ、じゃあちょっと休憩しようかって言って休憩するんですって。つまり人の集中力というのは、よく5分とか10分とか15分って言われていますけれども、ある程度の集中力は1時間でも2時間でもこうやって続けることができる。どうすればいいかというと、ずっとできるだけ無駄な間を空けずに、なんとかこうとか、はい、じゃあ続けてやりますよ、なんとかこうとか、でこの間はわー、はい、ストップ、じゃあなんとかこうとかこうとかっていう時に、学生たちは静かにして、でよーいスタートっていうと、学生たちはわー、無駄な間がないと、いつまでも学生たちは踊り続けます、勉強し続けます、話し続けます。だから私が気をつけているのは、とりあえずこの3つは、毎日毎日、やっていて、教師の資質が多分足りないとか、言われていた人も、この3つをちゃんとやったら、教師として素晴らしいんじゃないかなって言われるような気がします。2つ目の質問でした。とても分かりやすかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。以上です。はい、あ、2つ、すいません、1つ目、握手しながら質問するっていう、その目的についてだったんですけど、分かりましたので、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それでは他に質問のある方いらっしゃいますか、せんか、先ほど1人手をいらっしゃった。あ、そうですか、お願いいたします。今日はいい話をありがとうございました。ありがとうございます。中野と日本語教師を3年くらいやってるんですけど。そうですか、どうも先生、ありがとうございます。相原の質問とちょっと被るかもしれないです。私は日本人と、ちょっと活動で褒めげっていうのをしてるんで、まさしくその褒めて気分よくさせてっていう課題が、やっぱりそういうふうに、好きな季節は何ですかとかですね、とか好きな食べ物10個あげてくださいとか、ちょっとこう規定の方が、簡単な A と B と分けてやってるんですけど、それも40秒やってて、コミュニケーション能力を高めるためにやってるんですけど、その手法をどこで思いついたかな、それを知りたかった。時間のやつですか。違う、40秒で話して、はい、握手して話して、後で褒めて、フィードバック。ありがとうございます。どうもありがとう。中野先生からの質問なんですけれども、一応40秒で喋って、その後褒めて、また次にやるっていうのは、どうやってこれ、どこから、学んだのかということなんですが、もともと即興
強スピーチみたいなあのコンテストがあって、1分間で答えなきゃいけないようなコンテストが北京にあったんですよ、うん、でその対策みたいなことを、やっているうちに1分間のものができるようになったんですが、あの途中からあの面接ね、日本人の大学生が就活をするとき面接をこうするじゃないですか、会社で。それは1分だと長いですって、40秒ぐらいだっていうことなので、ちょっと40秒にちょっとやってみようってことで40秒にとりあえずは変えたりとか、で私の授業では40秒の時もあれば1分間の時もあるし、3分間みたいな時もあって、別にそれは何十秒っていうのは実は決めていないんです、うん、ただ40秒は多いです。40秒でやると、時間が短いのであんまり上手じゃない人もなんとかついてこれるから、で3分間とか5分間っていう時もあるんですよ。でも3分間ちょうどで以上です、ありがとうございました、チン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 とか、5分間の時に、以上です、どうもありがとうございました、チン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 とかっていうのはとっても難しいので、うん、それはかなり練習しないと難しいですが、とりあえず40秒ができる、50秒もできる、中国人の学生は1分もできる、1分20秒ぐらいまでは時間通りになんとなく、できる感じかなとは思っています。そして、褒めるのはなぜ褒めるようになったかというと、無駄玉を作りたくなくて、で、なんか、なんて言うんですかね、クラスの雰囲気盛り上げるのには、褒めるというのはすごく、いいなと思ったんです。なんでかというと、今の質問、今の例えば、コウさんの発表についてどう思いますか、王さんって言った時に、王さんは、例えば、コウさんのどこどこの発音があまり良くなかったです。ここの発音は、問題がありました。そして文法で、可愛いだからではありません、可愛いからですとかって直してる間はすごくクラスの雰囲気が悪くなってしまって、それよりかは本当にコウさんって、かっこいいですよねみたいな授業と全然関係ないことを言った方がクラスは盛り上がってる状況を見て、あ、何言ってもいいんだってことに気づきました。うん、ですから褒め言葉であって、別に日本語の素晴らしさ以外でも褒めたら、クラスが盛り上がるんであればそれがいいのかなっていうふうに思って、やっていきながらちょっと、私も少しずつ変えていくっていう感じなんです。中野先生よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。さあ、よろしいでしょうか。もう他にも何か質問とかしたい人いると思うんですが、はい、どなたか手を挙げて、はい、あ、じゃあ先に、じゃあレディーファーストで、はい、すみません、日本語教師をしてます、アフと言います、はい、基本的なことかもしれないんですけれども、さっき先生がいろんな場所でこの方法でやられてきて、とても良かったということだったんですけど、学生のレベルがやっぱり違うと思うんですが、 N1 ぐらいの学生もいれば N3 に届かないような学生もいると思うんですけれども、レベルによってやっぱりこの型ですか、それを変えてあるのかどうかが一つと、それから今日の仕事と家族どちらが大切ですかという文章の中でも、例えばレベルによって社会に貢献したいですの貢献が分からなかったり、ちょっと家庭を優先したいですの優先が分からない、その分からない状態のままで、この読みとか発音リーディングの作業をするのかしても問題ないのか、それとも全ての意味をこう理解した上でやるのが基本なのか、この辺ちょっとお尋ねです。はい、阿部先生、はい、ありがとうございます。ですね、まず、レベルですよね、レベルに関しては、私のクラスには日本語学習歴、日本語学科、日本語を専攻したとした学生で、一応1年以上というのが一応ルールです。1年勉強した学生というのが一応ルールとして、学生を呼んでいます。ただものすごくやる気のある学生だったら3ヶ月でも半年でも多分大丈夫だと思います。その1年勉強した学生というのは、授業中もいつも後ろの方に座っていて一生懸命聞いていない学生も含めて、1年だったらそういう学生でも OK で、本当にですね、前の方に座るような学生いますよね、1年生の中にも。そういう子だったら、日本語学習歴がもう3ヶ月でも半年でもついてこれると私は思っています。うん、で、私のクラスには1年生、夏休みの時には1年勉強した9月から2年生になる学生もいれば、9月から3年、9月から4年になる学生、9月から大学院生になるような学生、
あるいは、日本語の先生もいますし、日本から留学で戻ってきた学生もいます。で、日本人留学生も入っています。日本人の先生も入っていて、レベルの差はものすごく大きいです。うん。でも学ぶ教科書の内容は同じです。全く同じです。だから多分びっくりするかもしれないですね。ただ一つね、全く同じなんですけれども、私の教科書には日本語だけでなく中国語訳がついています。うん。理由は、レベルが高くない学生たちのために。で、さっきの貢献という字、それから優先という字、これは、学生が中国人なのでその単語を使っただけにすぎません。つまり、大学生、中国人の大学生だったら優先と貢献というのは中国語にあるので、だからそれを使うことができました。だから私の学生はですね、本日の司会進行を務めさせていただきます、及川と申します、よろしくお願いしますというよりも、本日の司会進行を担当させていただきますの方が学生は覚えます。なぜなら担当という、字がすでに中国人の中にはもうあるからなんですね。ですから、中国人向けに、その文章を、変えるという作業は私はしています。はい。ですから、阿部先生でしたらね、他の韓国人の学生だったりインドネシアとかな、東南アジアの学生がいる場合はその言葉を変える必要があるんじゃないかなって私は思っています。はい。という答えになってますでしょうか。はい、どうもありがとうございました。それではもう一人ですね、もう一方お願いいたします。及川先生、本日は貴重なお話ありがとうございました。日本語教師をしてます、古賀根崎と申します、よろしくお願いします。具体的な発音について質問なんですが、はい、今ベトナムとネパールの学生のクラスを担当してまして、特にベトナムの学生がつの発音で、ね、立ちつてとのつの発音が、4月から僕も一緒にずっと指導はしてるんですけど、なかなかその中みたいな、ひと中とかですね、低下中みたいな、それが一向にちょっとうまくならないので、つの発音について何か及川先生持ってる知識があればぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。多分私は、ね、ベトナムの学生とかネパールの学生を教えたことがあるのでないので直接指導したことはないんですよ。もしちょっとさっきの、マンさんがですね、ベトナム人だったので、あ、ちょっと血を直したいなとは思ったんですけれども、ちょっと時間がなくて直せなかったんですね。韓国の学生たち、韓国の女性が日本語を話すとき、こうやって喋ってますよね、こうやって喋ってますよね、なんかこんな感じで唇をこうとんがらして日本語でも中国語でもこうやって喋っていて、でその学生はやっぱり中とか中が多いのかな、なんか多いと思うんですよ。だからもしかしたら口をうの口にしてとんがらせて喋ると中は言いやすいですよね。誰でもそうでしょうね。で、日本人がいの口で喋るって言って、いの口にしてこれで中っていうのがちょっとやっぱり、少し難しい感じがします。これでチュチャチュチュチュ、すごく力を入れないとなかなか話せないと思うんですよね。だからまず口の形をイにまず直してツ、の練習をしてみたら、もしかしたらいけるのかなと。ごめんなさい、これまだ試してないのでわからないんですが、なかなかこの口の形チュ難しいですよね。難しく中学生ですっていうのは難しいと思うので、一応できることはできますよ。でも中をあえて中を言わないと中は難しいと思うんですね。うん。で口を意にしてつつつ立ちつつつつつつ、うん、これだったらいけるのかな。ただダメだった時には私もちょっと細かいこと、ちょっと下の位置をどっちにしてとか言っちゃうこともありますが、できるだけそんな難しいアドバイスをしなくてもできるような指導はとりあえずしています。ただもう一度言いますが、私はネパール人の学生と、ベトナム人の学生を教えたことがありません。はい、フランスに行った時、及川先生の教え方、フランス人にはどうすればいいですかって最後質問がありました。でこれはすごく困ってしまって頭真っ白になってしまったんですよ。うん。だからね、これはどうしたらいいかっていう話になった時に、最終的な答えはその先生がもう親身になってその国の学生と、もう本当に放課後も夜遅くまで、私がよく学生たちに、
携帯メールで頑張ってるとか今日も練習してるとかって時々送るんですよね。そうすることによって学生たちは、あ、私のこと気にかけてくれてるんだ、あ、じゃあ頑張らなきゃいけないんだと思って次の週には治ってるってことがほとんどです。私の、技術とかスキルによって学生の発音を直すということよりもこれをちょっとやってみてね、どう？みたいなことの方が役に立つような気がしますので、例えばベトナム、ネパールの学生を教えるときには、ベトナムの素晴らしいところ、ネパールの素晴らしいところをその学生と話をして、その学生が、あ、こんなことを僕のために私のために、知って勉強してくれてるんだ、あ、この先生の言うことを聞きたいなという信頼関係を結んだ後なら、どんな変な方法でもやってくれると思いますし、その先生のためなら直そうというふうな気持ちになってくれると思うんですね。ですから、スキルに関しては、できること はやりますが、それに期待するのではなくて、最終的には人間関係というか、ね、先生と、学生というだけじゃなくて人間と人間の付き合いができるようなそんな、形が出来上がったらもうそれが一番かなと思っております。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっと皆さんにですね、お見せしたいビデオがあります。いくつかちょっとあるんですけども、ちょっと選んで、見たいと思います。じゃあちょっといくつかご覧いただきたいと思うんですけれども、じゃあ、まずこちらご覧ください。これは見れればいいんですけれどね。
私が学生たちに見せたのはこの、ワード版のこれ。見えますか？見えませんね。こっちは出てきますけどね。すいません、無駄な間がたくさんあってしまった。申し訳ありません。いけない。まとまってないですね。はい。どうでしょう。これが、これを見ながら学生たちは練習してますっていう、これを皆さん見たいですよね。これ見たいですよね。これ拡張画面、はい、じゃあ、その学生にはですね、見せているものはセリフを全部ひらがなに したものを見せています。そこにはアクセントのマークとアクセント以外に○○○とかついたその、すごく単純なものです。そのマークは、そうですね、今勘のいい方は、多分、先ほどの、仕事と家族の中にもありましたよね。それから東京と大阪にもあったと思うんですけども、実はあのマークだけを見て練習しています。うん、で、日本語学習歴3ヶ月といっても、最初の、2週間はあいうえおだけを勉強しますね。50音だけ勉強します。そしてその後の1週間は、国慶節といって、1週間の休みがあります。あ、これですね。こちらも学生、ありがとうございます。学生はですね、これを見て練習をしています。で、一応ですね、10月の国慶節の1週間の休みの間、学生たちは遊んでしまうので、日本語を、せっかく覚えた50音を全部忘れてしまう。となると10月のだいたい中旬ぐらいから日本語を勉強し始めて約2ヶ月という状況です。そして先ほど、この学生が朗読をしたあの内容はだいたい1週間ぐらいの練習をしました。1週間ぐらい練習して、聞いてる人は絶対に信じられない、あれは絶対に、中学高校の時に日本語を勉強してきたでしょうとか、絶対に大学に入って勉強したなんて信じられませんとか言われるんですけれども、実際に彼女もあいうえおから勉強してきました。で、この○○○の説明してなかったのでこれだけちょっと今、させてください。例えばこんな感じです。中国人の学生はこうやって発音するんですよね。私のあだはただあなたの名前だけ、同じ以外の名前を持っていてもあなたはあなたみたいな発音をするんですね。で、私が日本語を彼らに教えた時にはですね、彼はって教えるんですけども、学生は彼はって言うんですよ。彼は、彼は、違う、彼は、彼は、違う、彼は、彼は、違う、彼は、彼は、ずっとこうやってるんですよ、10分も。いつまで経っても治らないんですよ。で、ちょっと中国の方いらっしゃいますか？あ、お父さんのこと中国語で何て言いますか？中国の方、王さんだけ？あ、王さんは中国？王さん、お父さんのこと中国語で何て言いますか？うん、もう一つ。そうですよね。はい。お父さんのことを中国語でバーバって言うんですよ。一番目のバーは強くて4声でバーって言うんですけども、二番目に同じ字なのにバーバーと言わないんですよね、王さん。王さんにだバーバーって出てもや。おかしいですよね。そう、1番目はバーっていうのに2番目はバーっていうんですよ。で、それを中国語では軽いに声で軽声と言います。軽い声って書いて軽声、これを使ってます。私は○○○のところはバーバのバにしているんですよ。だから例えば、私が、どうぞって言っても中国の学生はどうぞって言うんですよ。どうぞ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 って言うんですよ。バーバ、そしたらどうぞってできるんですよ。それを利用して〇〇は中国語で軽く言う部分だから、あだはただじゃなくてあだはただっていうように発音するように学生たちには教えてました。うん、で、これを使ってモンタギュって何なのじゃなくてモンタギュって何なのっていうような、この〇〇〇のところ
すごく優しく、短く、弱く、軽く、もうほとんど声にならないぐらい、もう、彼はじゃなくて彼はのようにやってくださいということをまず発音の細かい部分で教えましたね。ただこれを見ながら学生たちは練習してもなかなか上手になるわけがありません。そこで私は録音をしてあげました。彼ら、学生のために録音をするんですけれども、その録音は最初から私の穴はただあなたの名前だけと録音しません。そんなことしてもなかなか上手にできませんが、こうやります。私の穴はただあなたの名前だけ、モンタギュー以外の名前を持っていてもあなたはあなたというスピードで録音します。これなら日本語を勉強し始めたばかりの学生もついてくることができます。最初録音するときには、ゆっくり読みます。でもよくね、日本語の先生は文節で切りますよね。こうやって私のあだはただあなたの名前だけ、モンタギュー以外のってやって文節ごとに切ることによって、学生たちはどうやって日本語を話すかというと、あ、私は日本の漫画が好きですっていう風に発音してしまうんですよ、日本語を話すとき。だから文節で切るのではなく、私はゆっくり録音して一文をスラスラスラと読ませるような練習をしています。だから私は日本の漫画が好きですみたいなゆっくりとしたものを、学生たちに提示して、そして学生たちが練習するときは私は日本の漫画が好きですと練習しています。口の形はもちろん最初に言います。そして今度はできるようになったって言ったら、今度は早く私は日本の漫画が好きです、私は日本の漫画が好きです、私は日本の漫画が好きですみたいなことを録音してあげるんですよね。そうすると学生が言います。できません、一生懸命頑張ってもまだできません、もう一日頑張ってくださいって言うと、一日頑張りました、もう300回もやったのにまだできません、私は本当に外国語を話す才能がありませんって言って泣くんですよね。だから私はもう一日やってください、絶対できますからって言うと、全然できません、本当にできません、私は才能がありませんというので私が教えてあげます。そうですか、でもそんなに早く話したら日本人は意味が分かりませんから、もっとゆっくり話しましょうと教えてあげます。すると学生たちは、いいんですか、私は日本の漫画が好きです、これで大丈夫ですか、そのスピードが一番いいですよと教えてあげます。ですから学生たちというのは、最初は早くやる、できない、ああもうダメだ、私はダメだと思ってしまう私の学生も、本当のことを教えると自信を持って話せるようになるということです。最初はゆっくりやって早くやる、早くやってついてこられなくても十分なので、スピードはその学生の、できる限りできるところがベストみたいな形で、そして本当の、日本人のスピードはこんぐらいですよ。私の名はただあなたの名前だけ、モンタギュー以外の名前を持っていてもあなたはあなたぐらいは、一生懸命練習する学生はこの速さでもついてくることができるということです。最後にもう一度言います。ゆっくりやること、そして早くやること、最後に答えを教えること、真ん中ぐらいのスピードが一番いいですよという答えを教えています。ということで、もうあともう3分ぐらいになってしまいましたので、質問を受け付けることもできませんが、皆さん Facebook をお持ちですか。もし、Facebook なくてもいいですね。一応私今日は名刺を皆さんにお渡しできないんですけれども、そうです、この資料のところに私の、名刺があります。これは勝川先生にお渡しした、データ版なんですけれども、ロシア語で書いてあるのは、なぜかというとロシアに、最初に行ったからなんですね。最初にロシアに行ったので一応こういう形でやってロシア語で書かれています。はい、最後にですね、一応この間ヨーロッパに行ってきたばっかりなので、ちょっと皆さんにビデオをご紹介します。これは私の教え子のロシア人の子が編集してくれたものなんですけれども、最後にこれを見たらちょうど、16時10分になると思いますので、どうぞご覧ください。どうぞご覧ください。どうぞご覧ください。ありがとうございます。温かい拍手ありがとうございます。
ロッパ日本語公演マラソン全ての日程を終えました、もう大成功と言ってもいいかなと思います。ベニスでは、カホッカリ大学の学生たちと、食事をしたり、コーヒー飲んだりとかも本当に楽しい時間を過ごすことができました。この40日間という長い講演会ですけれども、すべて、終えられたのは、いつもいつも、体の心配をしてくださったりとか、今回ヨーロッパでお世話になった皆さん、関係者の皆さん、それから先生方の、おかげです。すべて終わりました。本当に、大成功と言っていいんじゃないかなと思います。本当にですね、これから日本に戻ってまた、講演会に続くんですけれども、一応ですね、ヨーロッパでの、講演マラソン終えることができました。この2年間ずっと大変、準備するのが大変だったんですけれども、終えることができましたのはもう皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。また頑張ります。どうもありがとうございます。やっと皆さんに拍手と言わなくても拍手していただきました。実はですね、学生たちクラス教室の中でですね、拍手とか、なんとかとか、なんか挨拶とかあるんですけれども、大体、本当に挨拶ができるようになる、何かゲストの方が来て拍手ができるようになるの結構時間がかかるんですけれども、何日かこういう練習をして、でだんだんできるようになる。で、挨拶をするときに立ち上がって、本日は質問、いきなり質問をしないで、質問がありますっていう時も手を挙げて、本日は、例えば、勝川先生のような素晴らしい先生が、私たちの学校に来てくださったことを本当に嬉しく思います。もう1週間前からすごく楽しみにしてました。その先生の素晴らしいお話の中から一つだけ質問させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうかと言ったら、必ず勝川先生がいいですよって嬉しそうに答えて、で、ありがとうございますっていうような挨拶の練習をするとか、何かそういう私が教えていることって日本語ではなくて、挨拶をするとか、他人を尊重するとか、偉そうなことを言わないとか、偉そうな態度で話を聞かないとか、そんなことばかりこう学生たちに教えていて、で、私の理想は、もう、日本語を上手に教えることということよりも、私自身が、学生たちに対して一人一人に、敬意を示して、で、一人一人を尊重して、一人一人がやりたいことを尊重して、で、それは相手はお年寄りであった場合、年上の場合は日本人ですのでできるんですけれども、年下にも、相手が子供にも、もちろん女性にも、私が自分がこの世界の中で一番、身分が低い、地位の低い人間で、この全てのこの世界の全ての人が全員自分より、上で、で、どんな人に対してもそういう態度で接して、で、何か言われても怒るということは私が偉いから怒るんですよね。相手が下だと思うから怒るんですよね。で、よく、上から目線みたいな言葉ありますけれども、よく本当に部長が上から目線でいつも喋ってる。いや、上司は上だから当然上から目線のはずなのに、今の時代って目上に対しては本当は部長は上から目線だからムカつくっていうような人がたくさんいる時代ですから、私は自分より年下の人、学生に対しても上から目線で言わないようなことを授業中に心がけている。その学生たちも他の人に対して、礼儀正しく、いつも礼儀正しく、そして謙虚に、偉そうなことを言わずに、偉そうな態度も取らずに、そして面白いことも言えて、他人を落として、笑いを取ることはせずに、自分のことは自虐で、笑いを取ってもいいけど他人を傷つけない、女性はもちろんベリーファーストだけじゃなくて、女性のことはもう何としてでも守るとかで、損するのは自分でとか、そういうような人間で自分もありたいし、自分の学生もそういう人間に、育っていって、将来そうやって社会で活躍してもらいたいっていう気持ちが、強いです。という長い話をしてしまいました。一応ですね、皆さんとこうお会いできたのは一つのご縁だと思いますが、これからご縁になるかどうかは私次第ではなくて多分皆さん次第ですので、できたら皆さんにですね、いろいろ、今こんな状況ですとか、そういう状況とかを教えていただけたら、いろいろこう私からも関わっていけたらなっていうふうに思ってます。それが、ここ、福岡に来た私の、唯一の、なんですかね、思い願いだったんですね。ですから、できたら皆さんですね、私より年上の方でももちろん構いません、年下の方でも構いませんが、そうやって連絡いただけたらと思っております。
なかなかと、偉そうな話をしてしまいました。本当にすみません、本日はどうもありがとうございました。